はい、どっちかが行く、勝った方が進出です。えぐいて、はい、行きましょう。ローワックス VS サイモンジャップです。サイモンジャップ前の方へ。さあ皆さんたどり着きましたよ。 B リーグ最終試合、しかもこちらも身体がバチッと決まる試合です。それでは早速ルールの方を決めるカードです。16小節2本です。さあ16小節2本、それでは先攻後攻を選んでいただきますので、じゃんけんお願いします。後攻で、先攻がサイモンジャップ、後攻がローバックスです。ビートユノお願いします。ビートナイス DJ、 最終試合にもってこいな感じですね。さあ皆さん最後のジャッジ、鹿と耳で栄養を受け取ってください。先攻がサイモンジャップ、後攻ローバックス。16小節2本です。いきましょう。レディーファイト。いつも以上にいつも通りかましていくぜよ。お前ホーミーたちがいっぱいいる中でお前はどういう立ち位置よ。だけどバトルには出てるな、いつも挨拶するだけ、深い話はしたことないじゃね。ここでやるか、お前もそれが本音かもしれないな。このまま呼んでくれよ、助けはない。もちろん俺とお前のタイマンの勝負だぜ。退散はない、解散もないような宗教って言ってたな。宗教ならば誰が教祖、自分なのかな。今日もそこら辺が俺はすげえ不思議。行くぜヒップホップはもちろんユニティ、自分自身を神格化するだけ、その価値観を唱えるのさ。浸透する根っこまで、そして種は花を咲かすまで。咲かなければそこで終わり、咲かれた水車やポンポンのようにカスになる。その山は金にならず頭悩ます。そのレクチャーされてる先輩の前面たちも来てる。心ホットになるガキの頃から聞いてる奴らが後ろにいる。俺もぶちかまさなキャプテンな言葉通り、でも俺はサグじゃない MC だから、マイクを持って15年何も変わらねえ、ぶち込んでるぜ。確かにこいつはサグじゃなく単なる俺にとちゃ猿みてえなもんかな。お前は猿なことはねえな、また来る、そしてリベンジするかもしんないな。今日の記念にお前は持ってけ俺のエナジー。リアルデモンが何なのか、ストリートぶってもお前にはかなわん。俺がナンバーワンになるぜ、この現場わかってんだろ。電波なんか関係ない、ビンビン来てるぜ、ジンジン来てるぜ。新人の俺は思いでお前を殺していく勢い、わかんだろ。俺はバチバチであっち、どっちが勝ち、勝ちをぶつけ合う。行くぞ、ふぬけなら相手にならない。 Yo, yo, 俺は痛みのペン、つまり文字にするぜ、これワードプレイ。 Yo, 頭を使うテトリスのように、将棋のように角を取るストーリー。何人も同じ奴がいるこのシーンの中で、頭何個ぶん抜ける、出る食い立たれる、痛い目にあって学んで何個もリバイバルして、自分の立場をわきまえる。だから言葉を選んで角立たず、そんな時もある。だけど言わなきゃ引く、そういう時もある。だから行くよ、前に出すプラスマイナス16小節。最後着地する頃全てを巻き返す、喝采をやませる。ラップはそういうスタイルであり続ける。終了。さあ濃厚でしたね、16、この2人の16、2本濃厚です。ただ、勝ち負けはつけたいと思います。皆さんよろしいですか、自分の好みにあげてくださいね。いきましょう。先攻サイモンジャップ、後攻ローワックス。勝者ローワックス、2人に大きな拍手を。負けました。負けたと思ってないけどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
これにて A リーグは終了ですね、はい、ベル1勝2敗、はい、ガードマン2勝1敗、はい、サイモン・ジャップ1勝2敗、はい、ローワックス2勝1敗、はい、A リーグ進出はガードマン・ローワックスになります。よろしくお願いします。 B リーグですね。それで B リーグ、まあ、B リーグですね。まあまあまあ、もはや A リーグになってしまったかもしれませんが、はい、ガードマンとローワックスが決勝トーナメント進出になります。はい、 21.5 勝、調子はどうでしょうか。試合終わった後のサイモン・ジャップさんが来てくれました。サイモンさん、はい、お疲れ様でした。何これ、俺別に引退しないんだけど。いやいや、もちろんそうですけど、今日お疲れ様でしたということで、今日の試合はどうでしたか。いや、今日はですね、はい、まさかのガードマンにラップをやめろと言われてしまいました。なんでですか。バトルで言われてしまったんですよ。まあ、それをまたバネにしてね。サイモン、バネにして、なんで俺がガードマンの言葉をバネにしなきゃいけないの。あ、それも確かにありますね。ちょっと俺も俺いろんなバネがあって生きてるから、そうですね、ガードマンの言葉は弾いて別に今日たまたまあっただけなんで、俺すいません、ガードマンと、うん、はい、出過ぎました、すいません、はい、じゃあちょっとそういう状況なんですけれども、はい、ラスト、あの戦国 21.5 章に対して、はい、もうラスト、はい、いやいやいや、まあ、またそうだ、じゃあラストじゃないですけど、はい、サイモンさんリリースとかもね今後ありますよね、はい、あります。その宣伝プラス、はい、ちょっと言葉を吐いてもらっていいですか。わかりました。社交ダンスみたいなね。ああ、PV ね。あ、僕カットされました。ちょっとだけ出てます。あ、ありがとうございます。まあ、あの新曲も出るし、あの楽しみにしててください。バトル以外もあのすごくやってるんで。お願いします。じゃあ今日はガードマンにラップをやめろと言われたサイモン・ジャップでした。いや、笑い事じゃない。笑い事じゃないから。お前、笑い事じゃないから。悪ガキ G、サイモン・ジャップさんの YouTube チャンネルをしっかりとチェックしとけ。新曲もチェックしとけ。ってことで、マジでそうした。サイモンさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。